トイック史上初の事件が起こったので試験中断っていうのがですね、起こったんですよ。ちょっとだけ机ガガって引きずってやらやらってザラって倒れてハンミングするやつがいて、Hello there. あー気持ちいい。はい、はい、始まりました、もちちゃんです。今回はですね、ビジョン君ですね、来てもらってるんですけども、800点目指してるんですね、はい、トイック800点プロジェクトをやってるんですけどもですね、結果の前にですね、そうそうそう、結果は次の動画で出ますので、はい、そうですね、お楽しみにしてください。5月の結果ですね。5月の結果、その前にですね、ちょっとね、はい、すごいトイック史上初の事件が起こったので、それをちょっとですね、紹介したいかなと思うんです、はい、まあ、トイック受けてって、まあいろいろ事件あるじゃないですか。なんでトイックってあんなになんか毎回なんかありますよね。いや僕もあるんですけど、なんかある、そうそう、どっかしらの感じで必ずありますよね。そうそう、絶対なんかあるんですよね、いつも。ちょっと後で話してもらおうかな。ああ、ただまあ一番多分大きかった事件っていうのはあれ2011年の時ですね。あの時が、ね、まあ一番みんな中心だったっていうのはね、うん、あれは多分一番大きいかなと思うんですけど、そういうなんか災害とかじゃなくて起こった事件の中では多分最大級の人災ものかなと思うんですけど、と思うですね、九州の前回の、いや241回トイックですよ、公開テストで九州の方でですね、だいぶ大きい事件が起こったということで、バカの受験会場ですね、はいはい、途中試験中断っていうのが、起こったんですよ。試験中断ってなかなかないですね、試験中断されるってことはですね、トイックなので。試験中断？途中で終わったってことですか？それがですね、また面白くて、試験のあれなんですよ、まず理由がまず面白くて、冷房が効いてない会場の、会場の暑いけど冷房が効かないっていうですね、事態が起こっちゃって、はいはいはい、でまあそれだったらまあいいんですけど、途中でですね、試験をリーディング中に閉じてくださいって言って中断が、試験官が言って、そう中断されるって言って、多分まあ気持ち悪いですとかもうダメですみたいな人が出たんだと思うんですよ。なるほど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 。それで、まあ、気持ち悪いとかもう体調悪いとかもう無理ですっていう人はですね、もう退出してもらって構わないって、ね、ちゃんとアナウンスがあったんですか。そうです、そこで、あ、それで中止になっちゃうんですね。ここでその建物全体が中止になったって言ったんで、あ、会場全部が、会場全部、あ、その教室がとかじゃなくて、そうです、うわ、それで、でただその全部受けたら結果は出しますのでって言って、でただもう棄権したいっていう人はそのバウチャーを発行しますって、バウチャー制度があるんですけど、多分これそうそうそう、クーポンですね、トイックで重要単語でバウチャーバウチャーを出すんで、トイックってそういうのあるんですか。あ、 あります。その地震の東日本大震災の時も、出たんですよ、バウチャー出て。なんかそれやむを得ない不可抗力的なので中断しちゃったりとか。した場合はバウチャーっていうのが発行されて、それ無料で1回そのテストを受けられるっていう。あ、だから1回分もどっかでこの代替してくださいっていう。そうそうそう、僕自身は SW の方で機械トラブルで、あ、ライティングとかスピーキングの時に、スピーキングの時に止まっちゃって、何がですか。もう画面が止まって動かなくなって、でやばで、ちょっと動かないんですけどって言って、はい、で試験官来て、でしばらくいろいろやって動き出して、で動き出して試験受けてるのに試験官とか話しかけてきたんですよ。スピーキングやってんのに、やってる最中に話しかけてきて、それで文句言ったら、その時はバウチャー発行されたんで。ああ、そうですよね、バウチャーが発行されて、で、まあ、またこれ面白いんですよ、まだこれで終わりじゃないからすごいんですよ。で何人かは退出したそうです、実際に650人ぐらいいるのかな、全体で建物全部で、でなんか確認したらしいんですよ、もう治るのかどうかって言って、で業者が来てエアコン治るかどうかやったけども、結局治らない、ね、その日は無理だと、そうそう、無理だってことになったらしくて、でまあ受けたかったらいいですけども、棄権したかったらそのバウチャー出しますんでって、試験再開してやって、試験終わったら、今度は、ね、全員にバウチャーを出しますって。受けて出した人も、受けた、そうです、受けた人も、要は会場の全部の人にバウチャーを出しますって、バウチャーを出しますっていうことになった。なんでですかね。いや、すごいですね、元からそうすればいいんですか。そんなに、いや、まあ、多分いろいろ確認したんでしょうね、本部と、公平がないようにっていう、そうそうそう、本部と確認して、でバウチャーを全員に出す、
いや初めて聞きました。エアコンが効かないからサウチャーを出すとかっていうのは多分前代未聞。福岡と福岡福岡で昨日暑かったんですかね。いや前代未聞だと思います。やっぱ今までなかったですよね、そういう対策。やっぱ今熱中症対策とか、あの水ありましたもんね。そう、水をペットボトルとか、そう俺も言われました、ね、そんなのなかったですか今まで、うん、やっぱりやっぱ変わったなっていう昨今のね、そうか、事情を、まあ、状況情勢を踏まえた感じだったんですかね。なってるね、やっぱり取り組み変わってる、まあそうです。でやっぱりいろんな事件あるじゃないですか、うん、まあビジョン君もねこうやって受け続けてるわけですよ、ね、本当ですよ。だからそれこそ3月から3、4、5、6って受けて、うん、4回中4回何かしらありましたからね。いや本当そうそう、なんか起こるんですよね。いやもちろんそれ不可抗力、まあエアコンで会場全員バウチャーはないけど、例えばだから6月の昨日の試験なんですね、はい、昨日の試験でパート2やってる時に、はい、なんかこう試験官のおじさんがうろうろし始めて、はい、うろうろし始めてて、まあ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 、まあ、巡回、そうリスニング中も巡回します、まあ巡回、そうか巡回するのか、まあそれはいい、じゃあいいですよ、はい、譲りますそこは、はい、譲るとか譲ります、はい、そうでパート2やってる時にそのおじさんがちょっと僕とから今日ちょっと離れてたんですけど距離が、はい、机がちょっと横に伸びてたんですね、はい、で荷物長い、ね、横に長くて、はい、で足よりちょっとだいぶはみ出てる机で、はい、で荷物かけるフックが出たんですよ、はいはい、そしたらおじさんのジャケットが、はい、それに引っかかって、はいはい、そのままちょっとだけ机ガガって引きずってヨラヨラっつってザーって倒れてでもそれパート2でエイとか言ってる間にドラって倒れるから、もう普通に斜め前の兄ちゃんガン見して下打ちしましたからねみたいなおいとか言った感じ で全然俺気にならなくてそのまま普通に足だとか言ってたんですけどエイじゃねえからみたいな絶対エイじゃねえよみたいな感じですげえっていう事件が昨日はあって、それなんかなかったんですか、あのそうなんか起こった時とかってあなんかあるあそうもうある延長されたりするんですよ、いや何もう一回その部分やり直すとか何にもなかった、まあなんでしょうね、試験官の巡回ので発する音はとかって仕方ないみたいに言ってるから、まあある意味巡回で発生してるから、いやでもあのおっさんちょっと容量悪すぎっすよ本当に、なんかもうすげえ配る時も汗全力で書いてて、ああ汗全力で書くのもいや本当に別にいやもうすごいあもうちょっと頑張った方がいいんじゃないかなみたいな思ってたんですけど、そんなこともその前とかもカンニングするやつがいて、ああ5月は5月カンニングしても会場の雰囲気がちょっとざわざわざわみたいな、ざわざわできないから試験中だいや雰囲気がね、雰囲気がもう、やべえあいつやざわざわ開示だ開示ざわざわざわ、なんとかこう言われて、あまあイエローカード出てくるやつ、あですかね、僕ちょっと斜め後ろにいて分かんなかったらしい、はい、あ斜めで後ろの方にいてちょっと分かんなかったんですけど、はい、まあでもなんか試験官が何度も同じとこに何度もで変わる変わるで、はいはいはい、で結局リーディングの途中の時に、はい、もうなんか荷物持ってちょっと来てください的なことを言われて、はいはい、そのままみんな見ててだから、でさーって言って、で5月ですよ、それもうメンタルやられてるんですよ、800点プロジェクトをやってるから、でも大事な時、いや大事な時で本当にやられてる時にもう僕メンタルがやられてる時に勉強ねしまくってもうすぐおかしくなるぐらい勉強してクマができちゃって、そうでもやられてる時にこっちは余裕ねんだよってなってんのにカンニングして連れていかれるバーがいて何やってんだよみたいなこともね、いや本当に何があるか分かんない、毎回あるんですよね、他にも他でもなんか鉛筆事件、僕と同じ事件あった、あ鉛筆そうですね、あそうあなんかもう本当にいや最後の最後ですね、パート7、あってかもう3時1分とかのちゃんとその終わりの時に鉛筆置いてくださいって言われてカタカタってみんな置くのに、なんか一人前の方に座ってるやつが置かなくて、置いてくださいって置いてくださいって言って置きなさいって言われてぶち切れられるみたいな、そう同じ事件があるあ、ね、そうなんか言ってましたね、そう動画にも出てますから、やっぱ同じ事件、鉛筆問題は多分ある、毎回ある、毎回あります、毎回これまで1回しかあってないですね、今回もあってね、うん、まあちょっとね、あとは結構あの外国人の人も受けるようになったんでかなり多いので、アジア圏の人多くないですか、そう多いのでめっちゃ多くなりましたよね、あのやっぱりですね、ちょっとあるんですよ、鉛筆置かない風習が結構あったりするところもあるんですか、はい、あったりするんで、そうなんですね、とにかくギリギリまで、まあ、解くみたいな風習が結構あったりするんで、今回もありました、同じもうこうやって歩いてきましたから、歩いてきました、やっぱこんな感じで、ね、やっぱりいろんな、ね、問題あったりしますんで、あの、まあ、冷房問題が一番多分この時期は多くなると思うので、服とかねちゃんといろいろ考えていくことをお勧めしますね、頑張ります、はい、次回はですねトリック800点プロジェクトビジョン君のですね5月の結果の発表になりますので、はい、そちらをお楽しみください、はい、Thank you for watching、 ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録もよろしくお願いします、 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.